こんにちは、ベムです。今日はですね、また TikTok の動画になっちゃうんですけど、 TikTok リアクション動画を上げていこうと思います。前回動画撮った後にこうやって一人で見てたんですね。 BL TikTok すげえなって思って、知らない界隈の BL がたくさん見れるのもそうですけど、なんせいろいろ上がってるわけで、その後に TikTok でアスミクを調べたんです。自分だからまあ出てくる、まあ可愛いの、何あれ、めっちゃ可愛くない？もうさ、あれがあまりにも可愛すぎて、もう朝から晩までずっと見てるの私。目うるうるしてきちゃった。ちょっと思い出し感動、アスミク可愛い時間を見つけてはターザンスターズを見て、キューピッドラストウィッシュを見て、なんかのアーティストの MV を見て、もう私はすごく幸せで、女性ホルモンが活発に働き、だけどニキビはできる睡眠はちゃんとしようって思いました。いや、そんなのはいいんですよ。いや、よくない、マジで見たい、アスミクが見たい、アスミクが、アスミクが見たい、アスミク、もうあれがないって今生きていけない。あの、私も酸素になってる。だから YouTube 見て、上げてんじゃん動画、EMS ですか、ね、あれ見て可愛いなって、リアクション動画撮ってるわけじゃないのに、ね、一人で携帯見て可愛いなっつって。話離れちゃったんだけど、前回 TikTok は BL っていう2文字だけを検索したんですね。で、今回はタイランド BL っていう検索して、新しいタイドラマを見つけるがてら、アスミクが見れたらいいなぁなんて思いつつ、動画を撮っていこうと思います。早速最多いいね数のものから順番に見ていきますよ。あ、もう最初からわかんないけど、なんかエロそう。わかんないけど、なんかわかんない。あー、なんか見たけど見てないこれ。あー、 Z、 あ、これランキングか。あれ何、どういうこと。18プラスエリアってことは、これ全部、いや、エッチだよって話、ドラマ。え、じゃあここにあるタイドラマ見れば全部エッチってこと。なんか意外とタイの人って薄い顔多い、顔多いっつうか、あう、あーね、これは本当にエロかったね。え、これ7位から1位ってこと？トップ7だもんね。いや、キンポルシェ以上にエロいドラマはこれ以上にないってわけだな。あー、やっぱキンポルシェ好き。なんかフライパンえぐい曲がってない？卵割ってたらこうへこんだみたいな。なわけないか。なにこれ、どういう話でこうなってんの。謎い。あ、え、え、この人 BL 出たの。あれでしょ、トゲザワのあの人だぞ。トゲザワのあの人とあれのやつ、なんだっけあれ、今出てるよね、YouTube で。超興味ある。めちゃくちゃ顔濃いし、めちゃくちゃ顔薄いな。背筋、ああ、もう背筋見んの好き。最近思う。
え、なんかこの子タイン見ない？ウィン見ない？ウィンくん見あるんだけど、なんか。かわいい顔してんだけど。え、この子キューティーパイの子でしょ。キューティーパイって書いてある。ああ、え、やばいんじゃないの？ Z。 あ、ほら、え、呼んでんじゃん。あ、おー、いい。聞きました。ニューニューニューって。あー、なんかガチなんだろうなーって感じすごいな。あ、なんか2連で Z が出てくるのあれだね。ああ、ねえ、まだ見てないのに。あ、まだドラマ見てないのにここで見てしまうのはダメだよね。みんな見てて。え、これもう切り替わった動画。あ、エロそう。あ、音が。あの、本当に次回あげますので、次回っていうか、あれが一段落ついたら。あ、何を測ってたの？てか、また下？またから下が、ぶら下がってるもん。肉体美。翻訳見てみよう。ボートとスマート、カップル D シリーズ、フェイクシーン、フェ。あ、こいつポルシェじゃないのに、なんでそんなするの。てか黒いな、ポルシェ。異常に黒いな。めっちゃ日焼けしてんじゃん、このミンリュ。ねえ、こいつなんでちょくちょく隣のやつ触んの。ほら、もう慰められてんじゃん、ターンのお兄さんに。お、おど。あ、でも膝当ててきてる。あら。え、兄ちゃんが、兄ちゃんが結構いい役割をしたんじゃない？うぃ。トゥゲザーすぎるだろ。ยังไม่เลิกเคอร์เจอร์อีกเหรอวะค่ะยังซ้อมดีไม่เสร็จเลยเนี่ยหิวจะตายห่าอยู่แล้วมึงอยากกินอะไรอ่ะฮะมึงจะซื้อขนมมาให้กูเหรอจอยยิ้มไปไหนคะกูบอกหมอกูจะไปเกลียดชิบหายเอางี้ถ้ามึงซื้อขนมมาให้กูอ่ะ買ってくるっていうオチすごいよね。すごいよねってか、まあ土揉める。あ、そう、さっきのこれのあるあれね。ここに出てくる、こいつの友達。こいつ、こいつの友達の、
子とトゥゲザーのタイの親友の子とさっきあったね。あれ見たいな。あれ見よう。こんな可愛い顔してて攻めなんでしょう。てかなんでタイってこんなにさお金持ちってすごいの。これ見たんだけど、ここ髪の毛こうなってる、髪の毛こう巻いてるやついるじゃん。この黒いやつ、黒いやつ、黒この前にいたやつ、あれさ、あの知り合いにちょっと似ててさ、ちょっと気まずいんだよね。それだけ。かわいい。この子たち日本に来たんだよね。二人でディズニー行っててさ、かわいいなって思いました。タイにしては珍しい顔してない？このこいつ、この人。なんか渋谷あたりでストリート系な服着てそうな男っぽくない？うんうんうん。あ、これどういう話なんだろうかな。攻めっぽい顔して受けなんだか。いや、なんかもうアスミクが出てこねえかな。さっき今一瞬ちょこっとちょこっとだけ出てきたけど、出てきたけど、やばい。おい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 、わかるわかる、このわかるよ、その塗るのは分かったけど、なんで舐めんの。え、なんかフォルジェスキンのこと好きじゃない、好きすぎじゃない。本名がちょっとわかんない。あ、なんか飛ばしちゃった普通に。何ですか、タイドラマの攻めたちのお話ですか。うわー、やっぱみんな顔いいな。いや、顔面強い。あー強い。あーあー、なんかタイドラマっていいよね。顔いいし、ガタいいし、ちゃんとやるじゃん、やることやるじゃん。日本のドラマ何やねん、キャシャ。
綿棒、綿棒と綿棒、綿棒と綿棒がなんかちょっとやるね、ちょっとはっ求めてねえわそんな、はっでかと思ってさ、あの性の劇薬とかだっけあれ見てさ、何あれって感じじゃん。次さ全然見れてない、あのほら AV じゃん、びっくりしちゃった、あれ初手からびっくりしちゃった。なんだこれ BL、 あこんなにくっつくかな、もうハイゴレー並みにくっついてたよ、しかも今ドラマじゃねえしな、ねえこのさ、あこの金のさ、あ金がさエロいことするときさ、ここ変わってさ上がる、あの口角がめっちゃこっち上がるのめっちゃ好きなんだけど、なにこれ、女子の服してた今、うわいいねいいね、勢ぞろいだね、えほらこの子、ほらこの子、この子女子の服、マフィアボーイズかっこいい、かっこいい、すごい今ドキドキした、え俺、いや間違えた、あいつは俺のだからって見たなんでだなんでだいいなぁ、私この女の子になりたい、どういう話の展開でこうなってるのかよくわかんないけど、この女の子になりたい、顔が移動しのキスを早く私は直接見てみたい、はい、やだやだ、おもろ、まあ、お兄ちゃんおもろ、怪奇現象起きてる話のよ展開よくわかんないけど、わ近いな、いいね距離近い、あいいね、なんだろう気まずい状況かな、気まずい状況なんだろうな、やっぱ知り合いに似てんだよなこの人、え、どういうこと、やりましょう、わあ、ミンギュー、なんで？ねえ、ベガスかけるサラバットはなんで？ねえ、なんで？この子めっちゃこの子かわいい。
回めっちゃおもろかったな。いきなりエロかったな。うわっ、こいつ、うわっ、うわっ、演出だよね。じゃないとこんなことしないもんね。セクハラですもの。はっ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 。うわっ、ねえ、気まずい。おー、めっちゃ見られてる。あ、わあ、どっかの親友同士がなってる世界いいな。これ見たい、これ見よう。めっちゃこのペアやっぱ好き。このペアめっちゃ好き。めっちゃ好き。最終回この話が最後ちょこっと出てきて本当にありがとうって思った。このドラマ、あ、これ私覚えてるよ。このモザイクワイヤーじゃねえや、ラブリーライターだったもんね。エロいね。ねえ、アスミク出てこないの。めちゃくちゃくっついちゃってんじゃん。ね、アスミク、あ、ね、アスミクが出るまで、おっそ。アスミクが出るまで、カレーバズってん。ねえ、キューティーパイはダメだ。ネタバレになっちゃう。ね、アスミク来い、アスミク来い。何？あー、もうなんかめっちゃ青春みたいじゃん。青春か。わー、もういいや。アスミクも一応出たみたいな感じになったわけだし、いいです。もう今日は今回は、今日は今回は、ここまでで今回は。ちょっとなんか、にやけすぎて方がいて。というわけで、一緒に TikTok を見てくださり、ありがとうございました。愛も変わらず、タイはいいですね。親友同士のやつと、キューティーパイは絶対見たいですね。そして私はこの後、動画を切った後に、アスミクを一人で見ます。てなわけでご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネル登録していただければまたすぐに次の動画が見られるかなって思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。